皆さん、こんにちは。それでは定刻になりましたので、始めたいと思います。本日はお忙しいとお集まりいただきありがとうございます。今回は産業、九州大学マスフォイ遊び研究所の産業数学の先進的基礎的共同研究拠点ということで、統計数学情報物質セミナーの開催ということで、お集まりいただきました。で、このセミナーですけども、年に3回予定して、今回が第1回目となっております。で、今回はデータクローンにより、情報計測科学の再起の投稿、データから断りを見つけるということで、測定データとか、あと物性物理ですね、に対してデータ駆動の取り組みをご紹介していただくということで、計6名の講演者にご講演をお願いしております。で、3人の徳田先生はオンラインということでお願いしております。これ何？これ了解です。了解でいいんですか？で、今回は特に、出ますね。ベイル推定を、メインにして、あと他には、スパース、始めてしまいます。ラマンスペクトルの、解析、イニシャル解析というところで、6名の講演者にお願いしております。で、最初は、熊谷先生が、ご講演クラスターということで、チュートリアル講義をお願いしています。では、司会を進めたいと思います。ありがとうございます。司会の広瀬と言います。前のやつは消えないんですか？これは、えっとですね、では、今回の、チュートリアル講演ということなんですけれども、ちょっと宣伝になってしまうんですが、私は、マスフォイアストリー研究所の統計部門っていう、産業数理統計研究部門って部門にいまして、そのチュートリアル、その部門の、目玉としてですね、チュートリアル講演をやるというのがあります。で、そのチュートリアル講演の一環として、今回このような、チュートリアル講演をお願いをしています。で、そうですね。では、少々お待ちください。ありがとうございます。では、熊澤先生の、略歴を、お話ししたいと思います。2019年の3月に、熊本大学の、自然科学研究科で、学位を取られて、その後に2017年から、2018年3月まで南カリフォルニア大学 CACS 研究所の、客員研究員として、勤められました。で、その後に、日本に帰られて、2019年4月から2013年3月まで、熊本大学の、パルスパワー科学研究所で、の特任助教になられて、で、その後に、2023年4月から、一橋大学の大学院ソーシャルデータサイエンス研究科の、特任助教ということ、そういうの、そのような略、経歴になっております。で、本日は、ベース推定の基礎ということで、材料パターンの情報科学に向けてということで、材料データにおけるベース推定の基礎について、ご講演いただくかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。一橋大学の松江と申します。まずはじめに、このような場所においでいただいて、アンオツ先生をはじめとする、九州大学関係者の人たちにご臨終していただきたいと思います。で、今、簡単に説明があったんですが、私の方でもちょっと、自己紹介スライドを用意していたので、簡単に、に説明したいと思います。私は、専門は、物性物理学と、データ工学を専門としています。先ほど質問があった通り、熊本大学で学位を取ったのですが、ここでは第一原理分子と理学法による、
物性状態、電子状態を計算していました。またその時には人工によるネットワークポテンシャルを用いた、分子調理学の高速化などといった、ここの高速化なども行っています。で、まあ、その後、こちらの JST の、情報計測クレスト、これは赤井先生が、ね、代表するものなんですが、こちらの付属として雇用されまして、ここでは、X 線吸収スペクトルに関する、まあ、ゲート駆動科学の研究を行っていました。ここではいわゆるエクザースと呼ばれるスパースモデルだったり、まあ、全図 XMCD などといった、まあ、X 線吸収スペクトルの、まあ、ベース推定を用いたスペクトル分解の研究を行っています。で、その後、今年の4月に、一橋大学の方に移らせていただきまして、まあ、この後講演なさいます、おすかけ先生の、ネタのプロジェクトの、補足として現在働いています。で、今回は、ベール推定の中継である講義ということでして、まあ、ベール推定の基礎というのを、話していきたいと考えています。で、まあ、きっとこの後にもベール推定だったり、いろいろ出てくると思うので、まあ、その一緒になればと思います。で、コンテンツとしては、まあ、このように考えていまして、ベール推定スペクトル分解を例に、ベール推定について埋めた後に、我々が提案している、まあ、次戦確率分布の、設計方法をについて述べてまして、で、最後にそれをまとめて、まあ、今後の展望を、話したいと思います。まず、ベース推定の基礎ということで、まあ、ベースの定義について、簡単に述べていきたいと思います。で、ちょっとその前に例示としてスペクトル分解について、簡単に、述べていきたいと思います。で、まあ、下のような、まあ、このような、グラフがあった場合に、まあ、これを、何かしらの寄付形状の輪で分解したいというのが、まあ、スペクトル分解なんですけれども、まあ、ここには複雑な寄付構造が存在すると。で、加えて、このスペクトルを分解した分布の結果から、まあ、データの背後に進む、物理構造を抽出したいというのが、まあ、ここでの目的になります。ただし、ここには問題点が2つありまして、例えば、まずこれをガウス関数のような形で分解するとしたときに、まあ、これらのパラメータ、を A、B、μといったこの3つのパラメータをの、信頼度、いわゆる推定精度をどのように求めるかというものがまず1つあります。で、その後、まあ、この X、ガウス関数 X 持ってきて、これをフィッティングするかと。これは基本的には、キック数を増やすと増やすほど、まあ、このデータに合うようにフィッティングできるので、まあ、どうやってこのピークの数を決定するかという、このような2つの問題が存在します。これに、従来法である今最小事情法を考えてみますと、まあ、最小事情法では、まあ、残算の2乗がここで示している E シータですね。で、まあ、データ Y と、まあ、回帰曲線 F の、残算の2乗はですね、これを最小化するのですが、で、この E シータが書いたのが下の模式図でして、まあ、何かしらの与えた初期値から、まあ、5倍法になって、まあ、一極化、E シータが小さくなるような点を求めるというふうな、方法で、まあ、求めるのですが、まあ、この点は点推定になってしまうので、まあ、そもそもパラメータの精度を求めることができないと。で、やはりそのピーク数の推定というのは、このフレームワークには入っていないので、決定はできないというような状況です。これに対して、ベースの、ベース推定を用いることで、まあ、この2つの点は解決することができます。まず、ベース自由エネルギーという、まあ、TX を決定する物差しを用意しまして、まあ、この左上の図に示すように、まあ2成分、3成分、4成分と組み取るときの、まあ、このベース純エネルギーを変えるときに、このように3成分で最終になるというような点から、PX の決定であったり、まあ、地獄別分布と呼ばれるパラメーターの推定精度が、まあ、このような3つ出てくるので、まあ、これによってパラメーターの推定精度を求めることができるというのが、ベース推定の、メリットとなります。この講演では、まあ、これを、まあ、できるようになろうというのが、まあ、今回の目的になります。で、少し前置きが、長くなったのですが、
まあ、ちょっと、基本に戻って、条件付き確率について、話していきたいと思います。条件付き確率というのが、まあ、ベーソンの定義を使う上で必要なのですが、この条件付き確率というのは、ある事象 B が起こるという条件下で、別の事象 A が起こる確率と定義されまして、まあ、B が起こった時の A の確率とか、条件 B の元での A の確率だと言われます。で、今このように A というものと B というものがありまして、この重なっているところが、まあ、A と B が同時に起こる、和集合のところがあるとします。それに対して、この B が起こった時の A の確率、A 二分 B とか言うんですが、まあ、確率というのが、まあ、事象 B が起こる確率分の、まあ、A と B が同時に起こる確率、A かつ B の確率というふうに、まあ、定義されます。で、で、これは別の定義とどう関係するかと言いますと、まあ、先ほど言ったこの B が起こった時の A の確率というのが、まあ、このように書けます。今、B から A を見たんですが、同様に A から B を見ることができます。でそれを書き下すと、まあ、このような式で書くことができます。で、この運に注目しますと、A かつ B っていうのと、まあ、B かつ A っていうのは、これはどちらとも A と B が同時に起こる確率なので、まあ、同じものを指します。これに着目して、この2つの式をつなげますと、まあ、このような式を得ることができます。いわゆるこれはベースの定義といわれるものでして、この定義を意味することは、A が起こる確率っていうのは、B という条件下では、こういう A 義分 B というふうになって、今、この円で表すような確率に更新されるというふうに、解釈することができます。では、このベーソンの定理を用いて、まあ、実際に、因果率と関係づけていきたいと思います。上は、先ほどの焼きの直しで、ベーソンの定理を書いているんですが、今、原因となる、基本方程式、まあ、あるいは物理モデル、といわれるものがありまして、それを特徴量をつける、パラメータシータというものが存在するとします。このシータを与えることで、結果である、まあ、計測データ D が得られると。まあ、これが普通の因果率に従う、まあ、DD シータというよりものになります。ですが、今これをベースの定理を用いて逆転させることで、データ D を与えたときの、まあ、シータの確率というのが、まあ、このように書き下すことができまして、このベースの定理からもうこれを求めることができると。つまり、データ D からモデルのパラメータ C からの最も大質を推定することができるというような、フレームワークになっています。では次に、先ほどの、出てきたベース推定について、各項の3つの項について、まあ説明していきたいと思います。でこちらが最後の、先ほどのスライドの最後に出てきた3つの項なんですけれども、まあ、それぞれよく見ると、こういう左辺と右辺が、3つの項でつながっているということがわかります。この青色で示した、下左辺の dθd なんですけれども、まあ、これがいわゆる自己確率分布と言われるもので、まあ、データ d を与えたときのパラメータ θ の分布ということで、まあ、これはも、求められると、まあ、ハッピーになるというものです。この自己確率子というのは、右辺を見ると、まあ、こういう2つのブロックの掛け算になっているということが分かります。この真ん中の誘導関数と、赤字で書いた誘導関数と言われるものは、データ D に頂上するノイズが、まあ、正規分布に従う場合、まあ、その、標準偏差、まあ、ボルツマン分布に相当するというような方ですね。まあ、ちょっとこれは後で説明いたします。で最後のこのミューで書いた、事前確率分布、これは私は重要だと、我々は重要と考えていまして、こちらでは、パラメータシータの範囲であったり、まあ解析する上で事前に分かっているような知識を、導入することができる、パラメータシータの事前知識を表すような項でして、まあ、これも、基本モデルの一部となっています。ではまず最初にこの真ん中の誘導関数について簡単に説明していきたいと思います。で、今、データ D というのは、まあ、もちろん、X と Y という2つの変数の組になるものでして、まあ、これは、まあ、物理モデル F というものによって、書かれるんですが、まあ、それが、まあ、例えば、右で言うと、
この黒丸で書いているものが、データ D に当たりまして、この青の曲線で書いているものが、まあ、物語で F になると。ただし、そこには偶然誤差 N が生じているので、まあ、Y っていうのは F と F に加えて N という誤差になって、まあ、この矢印にする、この差分が、まあ、誤差になってくるという話になります。で、ここで仮定としまして、このノイズ N というのは、正規分布に従うと仮定します。すると、その、確率分布というのは、まあ、このように書けるんですが、これというのは、もちろん N というのは、Y-F なので、シータを与えたときの、Y の分布と、等価であるということが分かりまして、この上のクラスから、まあ、ちょっとデータとしては切れてるんですが、まあ、このように、書くことができまして、で、今、各関数点で、このデータが独立だと仮定すれば、この、ベクトルで書いた y、すべての方の y に関して、まあ、この pi って、y 回シーターっていうのを掛け合わせればいいということで、まあ、掛け合わせると、まあ、出てくるんですけれども、切れてるんですが、最終的な結果で言いますと、まあ、同じような、このような、エクスポネンシャルの形で出てきまして、この中の方に、まあ、こういう先ほどの e シーターといわれる、残差20和の方が出てくるというような形になります。なので、実はこの PY シーターというものを最小化するというのは、実は最小二乗法と等価のものになるというのが、な結果になります。で、で先ほどの手通り、このデータにはこの正規ノイズが仮定するとすると、ちょっと端折ってるんですが、PD シーターっていうのはこのようなエクスポネンシャルの形で書けるので、まあ、これは、統計を知っているときに、知ると、ボルトの分布に相当すると。ということで、まあ、E シーターを、まあ、このような分布の全体を見て、まあエネルギーが最初のところから、まあ、だんだん薄くなるような分布に相当していくというふうになっています。で、で次にこの右側の事前確率分布について説明したいと思います。で、今、このように左側のように、このような関数を、まあ、分解したい、このようなデータを分解したいというときに、まあ、今、ピーク位置、このミュー K、について、まあ、着目してみましょう。すると、まあ、これというのは、まあ、基本的には、ミューに対して、まあ、このような分布をすることで、まあ、このメインのピークがある 1.5 付近に、まあ、主にミュー系を観測するような、キーシータ、事前確率を導入することができると。しかしながら、もっと見ると、もちろんこんな0から1ギア、2から3のところにはピークコードがないと。これは確定的に言えるので、もしくはまあ他にも情報で言えてもいいんですが、それとこのような端っこを切って、事前確率分布を設定することで、まあ、少ないサンプル数で高い推定精度のモデルの構築が可能になるというような、ことがすることができます。で、最後に、レール推定の、肝である、自己率分布について、まあ、説明したいと思います。で、今、こう、二つ書いてるんですが、この上と下、何が違うかっていうと、よく先ほど前言ってたやつなんですが、上の、このデータというのは、ノイズが小さい場合と、下の方はノイズが大きい場合のデータを書いています。で、まあ、それぞれ、まあ、3ピークにフィッティングできているんですが、実際にはこの、先ほど出てきたピーク位置ミューの自己確率分布を見ると、これノイズが小さい場合は、各3つのピーク、まあ、数独立って言うんですが、ノイズが大きい場合、こちらの青いピークというのはかなりなだらかになっていまして、しかも二股に分かれているということが分かります。この青いピークはどれに対応するかというと、まあ、左の図のここにあるピークでして、まあ、そもそも、メインのピークのショルダーに出てくるようなピークでして、まあ、ノイズが大きいとこの推定が難しくなると。いうようなこのような推定と論パラメーターの推定精度を求めることができるというような結果に、これができます。で、最後にモデル選択ですね。で、
今までは、まあ、このここに含まれるデータは酸成分が酸成分だと言ってきたんですが、まあ、実際には、酸成分とは限らない、まあ、2成分かもしれないし、まあ、4成分以上あるかもしれないということで、まあ、これを推定しようというので、モデル選択と言われる手法が、存在します。これは、データを存在する物理モデルのうち、まあ、どのモデルが、まあ、統計的に妥当であるかを判断する指標でして、まあ、この場合のモデルというのは、まあ、成分数のを言っています。で今はこのシーターからデータ、シーターからデータのことを見ていまして、まあ、このデータからパラメータ推定ということで、まあ、シータを見てたんですけれども、今度はさらに元、さらに遡って、まあ、このシーターというモデルというのは、まあ成分数 K に支配されていると。K が決まったらシーターが決まるというふうな、こういうモデルが考えられます。そこでこのデータから成分数である K を選択しようと。求めようというのがモデル選択になります。なので、求めたい除学率分というのは、まあ、D を与えた時の K の、確率分となる。ということで、まあ、これを最大化することによって、まあ、成分数 K を決定しようという指標になります。で、まあ、管理的にこれの、この PKD の、負の対数誘導を取ったものを、まあ、ベースの G エネルギー、ベース G エネルギーといいまして、まあ対数の単調性から、まあ、EKD の最大化は、まあ、ベージュエネルギーの最小化だと。それでも、この最小化によって判断しています。で、まあ、実際にこの、ベージュの自由エネルギーを求めていきたいのですが、まあ、一個一つ、ここに、P の DK というものがあります。今、θについての情報しか持っていないので、まあ、これを全てのθに対して足し合わせるようなことをすることで、まあ、このように書き出すことができるんですが、で、先ほどと同じ論法でに、この D の Dθというのは、まあ、こういうエクスポネンシャルで書くことができます。しかしながら、この積分というのは、いわゆる手計算では計算できない、ほとんど、まあ、ほぼ 99% でできないのがあります。これは、Eθに含まれる、関数のモデル系である F がの非線形性であったり、このシーターの次元数であったり、そういうことで、まあ、この積分は基本的にはできない。なので、まあ、積分といえばモンテカルロ法だということで、まあ、モンテカルロ法によってこの積分を実行することになります。で、いわゆるそれは、レプリカ交換モンテカルロ法と、いわゆる手法でして、で、先ほどのこのエクスポネンシャルがあったんですが、この中に、ベータ L という仮想的な変数を加えます。これは0から1までの、を取る変数でして、もちろん1の時には元々のエクスポネンシャルと等しくなるようなことになります。ですると、先ほどのこの Eθの曲線をこう書いていくと、もちろん下は元々の求めたい Eθの分が等しくなるんですが、上に行けば行くほど、βL っていうのは1より小さいので、この Eθをまあ滑らかにしたような曲線になっていきます。で、この各線のことをレプリカというんですが、まあ、各線に対しては、θ空間を探索するというふうにまずやります。もちろん、まあ、βL が大きい方では、まあ、この付近しか計算し、探索しないんですが、まあ、上に行けば行くほど、探索範囲が広くなるというふうな、になっていまして、もちろん、上に行くほど探索範囲が広くなるんですけれども、これを隣り合うレプリカ間で交換することによって、例えばここにいたやつが、上のものを経由することで、まあ、一番エンジニアスが一個に落ちてくるというような、アルゴリズムになっています。で、まあ、まあ、ここに書いてある通りですね、ベータ L が小さいほど広範囲なシータを探索し、確率的に接続レプリカのシータを交換するため、まあ、局所界から、まあ、このような局所界から脱出し、まあ、効率的に最小界を探索することができるというような、手法になっています。で、ちょっと、ベース的ステップ分解の、まあ、まとめ的なスペース、でも、もう一度、このスペクトル、サイドを示しています。まあ、今、このスペクトルを、分解したいと、スペクトル分解したいというときに、まあ、ガウスで合わせていくと。その場合、2成分、3成分、4成分と計算していたときに、まあ、このような、ベーゼチンエネルギーは得られるために、
まあ、酸性分が一番、有意なモデルだと確定していまして、まあ、酸性分はまあ大体 50% ほどで、これはまあ、ベース純液に対してもまあやはり TKD という除学率が得られるので、酸性分のモデルは約 50% 選ばれる。で、まあ、陽性分のモデルは、大体 40% 選ばれるような、ことができます。また、それぞれの、パラメータについても、除学率分布からパラメータの分布が出てますので、まあ、パラメータの推定精度も求めることができるというような手法になっています。で、とはいうものの、まあ、こういう除学率、デザイン確率分布の設計によって、まあ、デザイン確率の分布の設計は難しい困難であるというのが、まあ、一つ、まあ、どう設定していいのかわからないということで、まあ、我々は、まあ、新たな全確率分布の設計法を提案しています。対象は、まあ、このような、ベクトルを対象にしてまして、まあ、まあ、パッと見る限り、まあ、大きなピークが2つしか見えないのですが、まあ、実はこれには陽性分存在すると。まず、事実として分かっています。これを、まあ、ピーク形状と、まあ、ちょっとこう、少しこちら側が上がっているので、バックグラウンドといわれるこのスロープみたいなものを、まあ、同時推定するというような、問題設定です。で、それに対して我々が提案している実演確率の設計なんですけれども、まあ、一度、エネルギーに関して、ピーク位置のエネルギーに関して、まあ、すべてのところを探索すると。でもちろんこれは、すごく、範囲的距離のようなので、まあ、このような、まあ、少し物理的に解釈がしにくい対が出てしまうと。これに対して、まあ、我々の、事前に知っている知識、エネルギー差が、まあ、ある一定以上とか、エネルギーは正だとかいうそういう知識と、まあ、ここで得られた除学率分布、この棒グラフで示したものを持ってきまして、まあ、この2つを組み合わせて、まあ、この赤い分布はこう2つ分かれているんですけれども、まあ、ここに立つのがまあ最もらしいだろうと、物理的にはこういう要求があるだろうということで、こういう実演確率を設計することで、まあ、こういう小さな範囲を探索し、まあ、このようなちゃんと3つのピークの、愛を得ることができて、まあ、これは物理的に解釈しやすいというような結果になる。このような、手法を提案しています。で実際にこれをなんか図が出てないんですけれども、どうしよう。まあ、この左側の図が、実際に、すべてのエネルギー範囲を、探索した結果でして、まあ、これを見ると、この2つのグラフっていうのが、まあほぼ同じ位置に立っていて、まあ、本当はちょっとここで出てたんですけれども、まあ、ほぼ同じ位置に立っていると。で、そこから、まあ物理的知識と、まあ、他の計算結果との兼ね合いを考慮しまして、まあ、新たな事前確率を設計することで、まあ、ここ右の図のような、ここですね、事前確率を設計することで、ちょっと距離が出てないんじゃないんですけども、まあ、除学率がこういうふうにシャープに出てくると。これによって、まあ、物理的要求、事前知識を満足する、まあ、事前確率を設計することで、まあ、高い推定精度が実現できるというふうな結果になりました。で、まあ、最後にまとめと、運動専門について話したいと思います。でまあ、まずまとめなんですけど、まあ、ベーススペシャル分解を例にベース CP を説明しました。まあ、これによって、まあ、デフィコ交換モデル法によって、まあ、最適最適解を効率的に行できると。で、まあ、データにない情報を実践確率として導入することで、効率的なサンプリングをできる。で、また、パラメータの分布が選べますので、まあ、そこから推定精度を算出できると。で、ベース中にエネルギーというものを指してありますので、まあ、そこから、モデルの選択、まあ、今回で言えば、ピーク数の推定も可能になるというわけになります。で、まあ、最後になるんですけれども、今後の展望としましては、我々この2度のプロジェクトでして、まあ情報を、こういう実験と、計算を、まあ、うまくこう機械学習だったり、ベース推定を用いることで、うまく特徴量を推定して、まあ、それを結びつけるような、フレームワークをつけ、作りたいと考えています。以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。
途中図が出なかったということなんですが、すいません、非常に分かりやすかったので、図がなくても、雰囲気は使いました。ありがとうございます。ありがとうございました。せっかくの機会ですので、この、質問とかありましたら、ぜひ。科学の可能です。大変勉強になるお話、ありがとうございました。まさに先生がさっきやってる1個前のスライドに戻っていただいたので、その1個前でしょうかね。ごめんなさい。実験結果と合わせたよっていうのが確か、これですね。まさに私たち、こういう左のようなスペクトルを目で見て、ピーク位置この辺とか、あるいは目およびそのこれまでの知見からピーク位置はこの辺だ、幅はこれぐらいでしょうっていうのをその純物質のスペクトルをもとに初期値を入れて、でそれで非線形最終事情で合わせるっていうことをやってて、いつもその時に先生がおっしゃってます、何個のパラメーターで何個のガウスで合わせましょうとか、そういったのを悩むんですけれども、質問は、そういったその、人が、それまでの経験に基づいて、初期値を入れて非線形最小事情で回すのと、もちろん客観性はこちらの方がいいのは絶対そうだと思うんですけれども、こちらはこちらで多分そういうことがなしでやるので、いろんな計算コストもかかるんだと思うんですけれども、現在のその今のテクニックとその職人技的な目で見て合わせるっていうのとで、どういう状況なんでしょうかというのがとても気になったんですけど、どういう状況っていうのは何を指すんですかね。どちらがいいと業界的にはされている状況なのか。答えにくいんですが、もちろんその業界で信頼されている方法というのはもちろんあると思うんですよね。はい、ただ、その方法であれば、もちろんそれでいいかもしれないんですけれども、やはりその人間が、職人技が必要なんですよね。はい、例えばこう、新たに研究室の学生が来ましたと。ただ、でそのところで学生するときに同じ結果が出るかというと、出ないですよね。はい、それは、それを職人芸と言われる、実践知識を導入しているからということですよね。事前知識ですね。はい、でただ、我々が提案する手法では、そういうふうな事前知識も、フレームワークの中に用に入れているために、はい、誰が計算しても同じような結果が出ているというふうな、差分が出ている。ある程度その、でもピーク位置は目で見ておおよそ分かりますよね。それで、その非線形最小事情法的な、そういうその従来のやり方と比べると、こっちの方がより確からしいっていうのは、どういうふうに区別する、でもそれがフリーエナジーっていうことなんでしょうかね。ちょっとこれ図が消えてしまって、もちろんあれなんですけども、これ実際にはこういう固定資料ではなくて、はい、この辺の絵に分布するだろうっていうのを、ある程度の、ここで示しているような、もちろんこの事前情報あるんですけれども、はい、これはいわゆるその、分岐のっていうのはデータだけを入れているんですよね。はい、なんで、でそれと、出てくるような、プログラムで示したようなパラメータの分布を持ってきて、新たな事前情報、事前知識として入れているような状況です。はい、答えになってますね。ありがとうございます。またぜひ後で受け直させていただきます。他に何かありますでしょうか。すみません、すごい簡単な話なんですけど、IMI の広瀬と申します。最後のまとめのところちょっと見せてもらっていいですか。でここちょっとレプリカ交換マンデカルも私ちょっとよく分かってなくて、ちょっとすごい気になったのが、待機的対域機械構成できることができるって言い切られてるんですけど、グローバルな解っていうのは本当にいつも出すことができるっていうことが理論的にも保証されてるんでしょうか。ちょっとそこをお伺いできたらと思います。ありがとうございます。この方法では、曲を言ってしまえば、無限に長い時間サンプリングすれば、グローバルな解を見ることができるという解が、証明されているという状況になっています。で、その中でも、この場合、レプリカを使うことによって、その解を、効率的に得ることができるというのが、アルゴリズムになっています。ありがとうございます。
ありがとうございます。まだ、まだご質問あると思うのですが、時間が迫っていますので、これで、終わりたいと思います。非常に分かりやすいチュートリアル、ありがとうございました。ありがとうございます。